三町区用島1823年、増流三町島は、十二市の美の日、あるいは江戸の土の富の日に、弁祭天を祭り、福徳や家内安全、豊作などを記念する三町港によって増流された石島である。岸島、岸町島とも言う。美の日、あるいは特に土の富の日に行う、工行事を三町という、辰の日の夜から行い、美の日を待つこともある。美の日は、 弁祭典の縁日であるため弁祭典を本尊として祀る。また、実は弁祭典の使いとも考えられている。東北地方では、美馬と金華山信仰との集合が多く見られ、宮城県の美町港は、初美の祭日に金華山に参集して、御腰を担いだ。長野県の戸隠山麓の美町港では、騎士の日に旧東流言源を祀る日待ちが行われた。 身は脱皮して成長することから穢れを払う信仰にもつながり、荒仏の正月を12月に行う、未正月や辰見正月などと称する行事も行われた。また、弁祭典の信仰とは関係のない日待ちや月待ちを、身の日に行う、身待ち行もある一方で、淡路島の周り弁天祭は、農家の収穫祭としての猪子行事との集合によって、の日に行われた。 三町島は関東、東北地方に集中して分布し、自然石の文字島が多いほか、国造島や盆地三町島が存在する。神奈川県藤沢市江ノ島には、1741年に江戸本所の工住が増流した三町道路がある。文字島には、三町、三町島、三町区用島、岸島、岸宿用などのほか、弁天、弁祭天。 弁彩天供養などと刻まれる。金華山信仰との関連を示すものとして、金華山弁彩天と刻むものがある。仏像随による八肘弁彩天見待ちの国像等には、弁彩天像宝珠像、人面邪神像などが彫られる。弁彩天像には、二比、六比、八肘のものが見られ、八肘のものは左手に、矛、輪胞、宝弓、宝手を、右手に、剣、 工房、方や、鍵を持つ。これは、金蜜脇最小王行に説かれた造用とは異なっており、義教とされる、仏説最小五国、宇賀や富み特におい報だら二行によると考えられている。江戸時代の仏画集、仏像随に描かれた、八肘弁財天も義教に説かれた造用となっており、 本来の弁災天信仰とは異なる、宇賀人と集合した、財宝神としての弁財天信仰が儀教とともに広まったことを示している。二匹や六ピの弁災天像も左手に宝珠、右手に剣を持ち、頭上に鳥居を飾るものが多い。宝珠像は、宝珠をかたどった石に、宝珠系の穴を作ったり三段重ねにする。人面邪神像は、とぐろを巻いた邪神に、菩薩や、 天女の面を乗せ、さらにその頭上に蛇を飾るものもある。宝珠像と人面邪神像についても、前述の儀教によると考えられている。埼玉県り町八方の領収寺山道には、聖観論菩薩を主尊とし、三町供養物と刻まれた1737年造流の三町塔がある。神奈川県横浜市旭区鶴上根本町の薬王子入口辻には、 地蔵菩薩を主尊とし、美馬区用延命地蔵と刻まれた1721年造流の美馬区用地蔵がある。神奈川県厚木市の大釜部財天には、台座に、文政五年神五天四月昨日蛇形部財天岩手七沢村中と刻まれた邪神の部財天があり、四月初みの宇賀神祭りで豊か解雇の祈願をした。関東、東北地方には、 弁祭典の趣旨である一文字が刻まれた、盆地未待等がある。また、弁祭典の主子にはが用いられることもあり、供養、未待供養塔などと刻まれた塔がある。は、宇賀人の、堺の字を盆地化したとする説もある。ウィキメディアコモンズには、未待ち等に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。